こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。年末年始の台湾旅行で2000台湾元の消費金提供キャンペーンに当選したから、今回の動画では5000台湾元をどう使ったのかという話をしたいのだ。気になる話題ね。本題に入る前に、一応5000台湾元の消費金提供キャンペーンについて簡単に紹介しておくのだ。外国人観光客の呼び込み策として、台湾を訪れる個人旅行客に対し抽選で5000台湾元を提供する太っ腹なキャンペーンが2025年の6月30日まで実施されているのだ。抽選に参加するための事前登録をし、空港に到着したら抽選を行い、見事当選したら5000台湾元相当を受け取れるのだ。相当といったのは現金を受け取れるわけではなくて、電子マネーか宿泊割引クーポンでの受け取りになるからなのだ。個人的おすすめの受け取り方はヨーヨーカーで、今回の旅行でもヨーヨーカーで受け取ったのだ。ただし台湾の南部カオションの滞在が中心になる場合は、イーカートンの方が良さそうに思うのだ。その理由については後で触れるのだ。了解。ここから本題に入っていくんだけど、時系列に沿って話をしていきたいから、まずは旅行の日程感を紹介しておきたいのだ。12月25日に台湾に到着。12月26日から12月28日まで新田市でテレワークして、12月28日のうちにガオションに移動したのだ。12月29日から1月4日まで南部を観光。1月5日に台北に移動して、1月6日と7日は北部を観光、そして1月8日に帰国したのだ。わかりました。丸々2週間の日程でお土産系の買い物はせずに、一人で5000台湾元をなんとか使い切ったのだ。なんとか。最初は交通費に使ったり、コンビニで飲み物などを買ったりしていればそのうち使い切るだろうと思っていたんだけど、本格的な観光を開始しても全然減っていかないから、途中からは無理して頑張って使うという感じになっていたのだ。ちゃんと確認しているわけではないんだけど、交通費とコンビニの支払いでは多くても全体の半分ぐらいしか使えていないと思うのだ。交通費でいうと、台北とガオションの往復で結構長くを使いそうな感じもするけど、そこはどうなんですか？新幹線を使って往復したんだけど、自動券売機はヨーヨーカーを使えなかったから、そこの費用に消費金は使われていないのだ。もしかしたら窓口で買えば使えるのかもしれないけど、試していないからわからないのだ。なるほど。頑張って使う先として手っ取り早いのが食事だと思ったんだけど、個人でやっているような小さいお店ではヨーヨーカーを使えないことが多くて、全部使い切れるか焦り出したのだ。わら。でも日中は観光しているというのもあって、お店を厳選することなんてできなかったから、少なくとも夕食はヨーヨーカーを使えるお店で食べようという思考になっていたのだ。そんな中で最初に思いついたのが大きめのフードコートなのだ。フードコートなら食事の選択肢がたくさんあるし、さすがにヨーヨーカーも使えるだろうと考えて、カオションの門市内のフードコートに行ったのだ。だけど実際に行って確認してみたところ、ヨーヨーカーを使えるお店はマクドナルドぐらいしかなかったのだ。可能な支払い方法は分かるようになっているの？レジにそういう説明プレートが置いてあるから、それを見れば分かるようになっているのだ。ここで最初の方に話した消費金のおすすめの受け取り方につながって、ヨーヨーカーはほぼ全滅だったんだけど、イーカートンは確認した限りでは逆に全店 OK だったのだ。だからガオションの滞在が中心になる場合はイーカートンの方がいいと思ったのね。そうなのだ。ちょっと脱線するんだけど、書いてあった支払い方法の中にヨーヨー風というのがあって、ヨーヨー風はイメージとしてはヨーヨーカーのお財布携帯みたいなものという理解で、ひょっとしたら物理的実体のあるヨーヨーカーでも支払いができるのかなと思って一応聞いてみたんだけど、ダメだったのだ。ヨーヨー風は物
理的なカードに対しては残高や使用履歴の確認ぐらいしかできないようで、物理的なカードをそのままスマホに移すみたいなことはできないようだから、用意オフで支払い OK とあっても消費金キャンペーンに当選して受け取った用意カードではどうやっても支払いはできないという結論なのだ。そうなんですね。どこで使ったという話になかなかたどり着かなくて申し訳ないんだけど、ここでマクドナルドでは使えると分かったことで、全国展開しているようなチェーン店なら使えるのではという感じにちょっと考え方が広がったのだ。なるほどなるほど。台湾で全国展開している飲食店といったら真っ先にサンシャンチャオフを思いついたので、ガオション駅近くのサンシャンチャオフに行ってみたところ、予想は当たってヨーヨーカーが使えたのだ。それは良かったですね。さすがにサンシャンチャオフに毎日通い続けるわけにはいかないので、もう一つぐらい選択肢が欲しいなと思って、そういえばガオション駅の前に吉野家があったなと思い出して入ってみたところ、こちらも見事にヨーヨーカーが使えたのだ。吉野家といっても日本とはメニューが違うので、まあそれなりに新鮮な食事体験にはなると思うのだ。でも料理自体は日本のものとそんなに違いがあるようには見えないですね。それは言わないでほしいのだ。その後はサンシャンチャオフと吉野家をヘビーローテーションして消費金を使っていったのだ。了解です。そして台北に移動する日が来るんだけど、その時点で残りは約1300台湾元だったのだ。台北では使える場所の当てがあったのと、思考を変えてからの消費ペースを踏まえたら多分使い切れるだろうという手応えは感じていたのだ。当てって？台北駅のフードコートなのだ。ガオションではフードコートで使えなかったけど、カードの成り立ちからすれば台北ではヨーヨーカーが強いはずだから、さすがに大丈夫だろうと思っていたのだ。予想通り台北駅のフードコートではヨーヨーカーを使えたのだ。それで最終的に即日前日の夜に5000台湾元を使い切ったのだ。それは良かった。一応まとめておくと、交通費、コンビニ、サンシャンチャオフ、吉野家、台北駅のフードコート、この5つで5000台湾元の大半を使ったのだ。旅の醍醐味の一つである食事に制約を作ってしまっているから、消費金の使い道に困った時の参考程度にしてほしいと思うのだ。確かにそう思います。了解。といったところで、この動画は以上なのだ。ご視聴ありがとうございましたなのだ。